はい、ハローで始まりました、ムケチチャンネル。さあ、今、緊急で動画撮ってるんですけども、まあ、これね、びっくりした人も多かったと思うんですよ。本日ね、8月8日のニュースで出てきたやつですけど、東京工業大と東京医科歯科大が統合へと、医工連携で研究や収益力強化へ、みたいなんですね。いやいやいや、こんなことあるんですね。いや、なんかほら、今までもね、いろいろと取り上げてはきましたけど、この慶応が東京歯科大学校とかね、早稲田が東京女子医大を、みたいなね、合併のね、やつは言ってきたけど、だってトップレベルとトップレベルみたいな感じじゃないですか。国内のほんとトップ中のトップ的なさ、ポジションにいるわけじゃないですか。だからすごいレベルの高い国立がね、合体するってさ、相当すごいことだと思うんですけど、前代未聞ですよね。世界レベルの研究大学を目指して、いずれも国立の東京医科歯科大学と東京工業大が統合に向けた協議を開始することが分かったと。運営法人の傘下に大学を置く方式か。そう、傘下ね、これカサカじゃないんですよ。二大学を置く方式か、単一の新たな大学となるかは今後検討すると。これさ、同じ大学になったらすごいことにならない？東工大と医科歯科だよ。何大学になるんだろう。東京工業医科歯科大学とかになるのかな。まあ、あり得るよね。両大学が得意とする医療や工学など幅広い分野で先端研究を展開し、政府が年数百億円支援する国際卓越研究大学の指定を目指す。そう、なんかね、いろいろ他の報道でも出てましたよね。いろいろな、まあ、支援金的なものをね、もらえるんじゃないかみたいな話は出てました。両大学は8日、大学幹部や、学外有識者らで構成する経営協議会を開き、法人統合に向けた協議の開始を決定すると。その後、合同の会議を設けて検討し、一法人一大学と一法人二大学のどちらとするかなど、具体的な統合の方針を決める予定だ。まあね、一法人二大学の方が無難というか楽だと思うんですけど、いや、これだって一大学になったら相当すごいよね。一大事ですよ、これも本当に。医科歯科大は医師二学部で学生数は約3000人。東工大は理工など6学院学部に相当で、約1万人が学ぶと。統合が実現した場合、東京大、京都大、大阪大など研究力の高い旧帝国大に並ぶ大学が誕生すると。国が2021年度国立大などに交付した運営費交付金で比較すると、トップは東京大学の835億円、東工大は11位218億円、医科歯科大は22位138億円だった。統合により北海道大366億円や筑波大361億円に並ぶ規模となる。統合の主な目的は、政府が選ぶ国際卓越研究大学に指定されることだ。政府は10兆円規模の大学ファンドで年3000億円の運用益を得る目標で、数校を指定し1校当たり数百億円を支援する。まあ、なんかすごいけど結局お金なのかみたいなねいうのはちょっと思うけどね。医科歯科大と東工大はそれぞれの強みを生かした研究や収益力の強化を目指す。ロボットやデータサイエンスなど技術を応用した新たな治療法やヘルスケアサービスなどを生み出す。医工連携は大学発ベンチャーの輩出や産業界からの投資呼び込みにつながる期待がある。そう、それはそうだろう。相当なお金が動くと思いますよ。いやー、そういう風になるんだね。すごいね。だって指定国立大学同士でしょ？ね。それって初めてだからね。指定国立大同士が。いや、皆さんどう思われますか？ちょっとびっくりしましたんで、緊急で動画でした。はい。ご視聴ありがとうございました。Thank you for watching.